はい、どうも、赤トゲメットです。伝説のスタフィー初見実況プレイ、ね、続きやっていきたいと思います。さあ、3、4年ぶりですかね。いや、すげえ久しぶりにやりますんで、操作方法とか、ストーリーとかも全然覚えてないですが、まあ、続きをね、久しぶりにやっていこうかと思います。で、最近ね、久しぶりに動画を出して、ね、パート10ですね、前回出しまして、それを編集しながら、こんなことあったなぁ、なんて、ちょっとだけ ストーリーは振り返ったりもしましたが、まあ、そんな程度です。ということで、もうやっていきましょうか。ファイル1。海底神殿。古い神殿に隠された謎。調べているのはスタフィーたちと、そして、十字ボタンで移動。で、B ボタンでスピン。A ボタンでジャンプ。ふわふわって受けることもできると。で、B ボタンでスピンジャンプ。ここら辺は何もないかな。で、ポーズ画面でヒントが出る。で、海底神殿に来て、展開に行くなら、海底神殿に行ったらどうって言われたと、前回思うんで、ここに来たんですよね。早速行きましょうか。どなたですか？ピョロスケ。あー、スタッフィー、いいところに。こいつを何とかしてくれ。おかしな勘違いしてて、俺様を攻撃しやがる。じゃあな、任せたぞ。しまった、逃げられた。ホルーン。じゃあ仲間のお前から倒してやる。で、ああ、お前はさっきの、今度こそ逃がさないぞ。誰だ？誰だ？なんか、嫌なの投げてくるけど。で、このし、おー、なんだ。真珠。これは集めるんですよね。で、このスピンで攻撃する。こいつ倒せんの？まあ、いっか。探索も大事。しっかり逃さないようにしたいですね。はい。こいつは倒せそうにないか。位置的に絶対倒せない場所にいる。めっちゃダメージ食らうけど。で、真珠を5個集めると、ライフが回復する。どこ行けばいいんだろう？行った！ちょ。あ、スピンしすぎダメだった。やばい。あいつを、避けながら、落ちないようにかな。行って！やばい。落ちちゃダメだな。あれ、磁気狙い出したかも。真珠。よし。うまく回復しつつ、行きましょうか。よし。たどり着いた。え、ただ、追い詰められた。でも負けないぞ。いい加減にしろ！よく聞け、俺様は勇者キョロスケ様だ。そんな設定ありましたね。で、こいつは俺様の子分、スタフィーだ。言い張ってるだけですが。俺様たちは海を平和にするために冒険してんだぞ。騙されないぞ。さっきのこともう忘れたのか？さっきのこと。何のことですか？階層入りまーす。スタフィー、神殿の秘密に気づいたか？目障りなやつめ。うぬぬぬ。ガッ！なんか、で、星っぽいの出しましたが、この姿。力を与える。ぬぬぬ。すげえ動きしてんな。目覚めよ、我がしもべよ。お前ならスタフィーを倒すのは簡単だ。ドッペル、スタフィー倒す。クックック。スタフィー倒す。スタフィー弱いぞ。スタフィーかっこ悪いぞ。誰だお前は。ここは大事な神殿なんだ。暴れるな。邪魔者を倒す。くっそ、負けないぞ。これは濡れ衣ですね。なんか強い。ちょっと待って、助けてー。もう、
ダメ。ギャー、邪魔者を倒したスタフィーも必ず倒す。あー疲れた。ここか、スタフィーの、ドルフィンの言ってた海底神殿ってのは。おい邪魔だ、そんなとこでおねんねしてんなよおめえ。おキョロスケ様の邪魔になるだろうが。言ってて僕を蹴っ飛ばしたな。さっきの悪いやつの仲間か、今度こそやっつけてやる。言ってて言ってて、俺様は悪い、悪者じゃない、やめろ。悪者じゃねえかよ。蹴っ飛ばしてんじゃねえかよ。どうだ悪者め。近い近い、よく思い出してみろって。おめえを襲ったやつはこのスタッフィーみたいに弱そうだったか。そう言われるともっともっと強そうだった。おう、スタッフィーは弱いんだな。でも分かったが、こいつは俺様の子分でスタッフィーって言うんだ。スタッフィー、そういえばあの魔物はスタッフィーを倒すって言ってたような。だろ、え、スタッフィーが狙われてんのか。へえ、大変だなおめえ。おおびにこの神殿の秘密を教えてあげるよ。神殿のてっぺんにおいで。お、ワールド変わりましたね。竹ナープ、あのよ、俺様は悪者退治で疲れてるんだ。何もしてなくね、こいつ。次は神殿を探検しなきゃなんね。だから俺様は休憩だ。おめえが上まで行ってこい。ああ、もう、海じゃないんですね。海底、海底とは。これ、ダメージは受けない。痛い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 。うまくふわふわっていかないといけない。むずくね。難しい。ふわっと。扉がありますが、あと行ったら戻れないパターンの扉もありますからね。ミニゲーム。ビリヤード。ミニゲームでした。パオー。ちょっと遊ばないか、パオー。ボールをうまく穴に入れる遊びだ、パオー。遊ぶ。赤いボールを玉で弾いて、すべて穴に入れよう。制限時間内で全てのステージをクリアできたら OK。 A で弾発射、十字で角度移動。お、こうか。セット2、角度を調節してビリヤード的な感じか。スタフィーも動くのか。あ、1回で入れないとダメなんですね。これ結構むずくない？そんなことない。ど真ん中狙えば大丈夫かな。ちょっといい感じの角度に。これ微調整できねえ。微調整できねえ。入る。微調整ができないな、これ。OK。3ステージクリアでした。やるのパオー。ご褒美の真珠だパオー。5個。まあね、こんぐらいだよね。ちょっとあんまり空中操作は難しいのがあるんで、ゆっくり行きましょう。よし、届いた。やっと登ってきたね。ほら、展開が見える。あれですか。昔々展開はこの神殿の一部として海底にあったんだってさ。なんか言ってましたね。海底神殿が嵐で登っていってなのか。あ、違うな。展開はこの神殿の一部として。ん？あ、そっか。もともと展開自体も海底にあったのか。で、上に登っていったのか。だから今でも天界の使いがやってくるらしい。海底神殿まで大変ですね。どうやったら来てくれるかは今のところわからない。神殿の中を調べたらきっとその秘密が解ける。頑張ってね。入口戻るよ。あー、これを聞くだけのために登っていったんだ。セーブ、セーブで回復できますね。戻れる。これこっちの探索あんまりしてないけど大丈夫かな。なんか重要な
ギミックあったりするからな。でも通れないか、下行けないもんね。特に何もないっていいのかな。もうこの間とか通れるとかないよな。 A を尻尾で飛ぶのか。はい、空中制御難しいな。普通に戻ります。ダダッシュダダッシュダダッシュってここじゃできないのか。よし、囲まれてるけど、なんか扉がある。なんだ、キョロスケ危なくてこの先に進めやしねえ。でも気になるんだよな。当てしてねえよ、よそ行け。なんか乗り物がないとダメっぽいですね。公園には何もない。ダッシュできなかったっけ。ダッシュどうやるんだっけ。こいつ倒したい。なんか危なそう。戻る。時間経過か、誘導してから。いやー、ここはまだ行けない。危ない。これなんだ。ここはいけない。お、なんかスイッチっぽいものオフにしたが、オンにならない。まあ行かないといけないところだったっぽい。誘導してから普通に行けると。ふい、ここは楽。また出た、襲ってくる。オッケー。なんだ、何の警告音。大丈夫、特に大丈夫っぽいけど、体力なくなった時の音っぽかったけど、なんともないかな。なんもない。キョロスキーいるな。おう、どうした。すげえ勢いで水が流れてて先に進めねえじゃないか。水流のそばにスイッチが2つあるから両方とも作動させろ。もともとしてるとせっかく作動させたスイッチが止まるから急げ。そういうことか。時間経過でスイッチが戻っちゃうから急げってことか。その警告音だな。プレイング超雑。超雑。オッケー。雑さと引き換えにロブじいさん。雑さと引き換えに先へ進む。おう、スタフィー、よくぞここまでたどり着いた。立派になったもんじゃ。わしはお前さんが出発した後、言い伝えを思い出してここへ来てみたんじゃ。神殿に眠ると言われている予言書の話じゃ。探し出せたならば多くの謎が解けるはず。スタッフィーよ、予言書を探してくれんか。キョロスケもやる気じゃ。さあ、この奥に来るがよいぞ。予言書。キョロスケなら何か手がかりをつかんだようじゃ。キョロスケを見つけて話を聞いてみてくれんか。予言書ですか。どこかにあるって、この辺にありそうですか。さて、壊れる。もう体力ないからね。危ない危ない。慎重に行きたいけど、あんまりチキンプレイしてると真珠が出ない。あった、真珠で回復する。ありがてえ。セーブ、セーブはありがたい。セーブで一気に回復できる。魚を倒す。悪者なのかわからんけど、ここは通れない。どっかから通るんだろうな。キョロスケ、右の扉にはおっかねえサメがいっぱいいるぞ。あんなところ通れるか。左の扉は迷路になってて絶対迷っちまうぞ。あんなところ行けるか。だから俺様、休憩おめえに任せだぞ。そういやロブじいさんは迷路のことを知ってたみたいだな。はい、右行きますか。サメが多い。横にしか移動しない。
のかな。見つけ次第動きが速くなるのか。あ、一定時間点滅するだけ。はい、ここは通れない。あーマジか。ちょっと久々の操作なんでのんびりのんびりですね、ほんと。あー、ここ誘導難しい。ぶつかってこうやって進んだ方がいい。なんかいる。行くしかないな。これ通れないし。おい、ジョージロー、何か妖怪、予言書っていうのを探してる？さあ知らねえな。うん、でも最近変わったものを見かけたな。おめえにやっても構わねえが、一つ頼まれてくれ。俺は古文を守るために変なままと戦ったんだが、手が悪くてこのありさまだ。なんか腹に刺さってますが大丈夫っすか。傷を治したいから薬を取ってきてくれないか。俺には取りに行けないところにあってどうしようもねえんだ。今から開ける扉の中だ、頼んだぞ。あ、なるほどね。そこに扉があるんだけど行けなさそうです。取ってきて。はい、取ってきます。扉ですね。あー、薬ありますね。真珠も取りつつ、ここにぶつからないようにね行きましょう。で、上に危ないのがあるんで、ここは大丈夫かな。危ねえ。当たりますし、当たりますし、おすし、回復、難しい、危ない、スピンで飛んで、うまく調節していきましょう。下手に当たらない、これ封印ブロックですね。ダッシュできないっけ、ダッシュできないっけ、ちょっと操作確認しますよ。B ボタンと十字ボタンの組み合わせで走る。B ダッシュ。懐中では A 押しながら十字ボタンでダッシュ。ここむずくない？当たるよね、ジャンプだと。これは普通にゆっくり行きましょう。で、水中では A で速く泳ぐ、地上では B で速く走るですね。危ない。よしよしよし、いいっすね。テンポよく。傷薬を見つけたよ。傷薬を手に入れた。 OK。 傷薬、ほい、ダメージあんまなくいけました。どうだ。おお、これだ、ありがたい。大事に使わせてもらうぞ。俺はここを離れるから奥の扉を調べてみるといい。ピカピカ光る本が言ったようだが。じゃあな。確かにジョージローには通れないような場所でしたね、狭くて。セーブ。 OK。 これか。スタッフィーが予言書に触れようとすると消えてしまった。謎の声。幻に騙されたな、愚か者。無駄な努力だ。お、なんだ、ボスか。飛ばされた。あ、ここに戻ってくるのか。了解。よし、キョロスケ。うん、別に喋ることは変わらない。迷路行きますか。はい、危ない。